どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ、今日はこの菊之助くんがですね、綺麗にペレットを平らげてくれたので、新しい、ね、新しく買ってきたペレット、それをね、楽しみだね、紹介していきたいと思います。さあ、それがですね、こちらモルモット用ブレンドフード、ウェルバランスというね、こちらバランスがよく飽きのこない自然な味わい、ね、ここに書いてあることもね、わかるように着色料とか香料が、保存料が入ってない、砂糖も入ってないということで、あ、良さそうですね。ここに与え方っていうのが書いてるんですけど、1日1回 100g に対して 5g、またそろそろ体重も測っていかないといけないんですね。で、食べ残しは傷む前に取り替えてください。だからね、あんまり多めにあげて残しちゃったら良くないっていうことですね。はい、それでは早速開封して食べてもらいたいと思います。おそらくね、ここの凹凸があるからチャック付きですね。さあ、早速ね、開けて中を覗いてみたんですけど、ちょっとびっくりしました。こんな形でね、原材料もね、いろいろ書いてた通り、その形を残したまんま、ね、いろんなものが入ってます。じゃあね、今日は初回ということでね、試食ぐらいの量ですね、少なめの量で、ね、ちょっと様子を見てみたいと思います。はい、お皿に盛ったんですけど、早速やってきました。美味しそうに食べてくれてます。でね、大きい塊があるんで、それがどうだろうな、食べにくいのかな。またちょっとこの、どっちかというと面長なんですかね、菊之助くんはね。多分ね、この上から見た感じだったらね、寄り目っぽくてなんか幼い感じなんですけど、横顔もいいですね。下から見るとちょっとね、面長に見えます。いろんな形のね、固形のものが入ってて、ちょっとズームしてみましょうか。こんな感じですよね。大きい塊があるんですよね。これだけちょっとね、子供のモルちゃんは食べづらいかもしれない。いや、でもね、いろんなものが本当に混ざってて、なんかね、これ香りもいいのかな。あとね、警戒心が慣れたからね、薄れてすぐに寄ってきてくれたのもあるかもしれないんですけど、お皿に盛った瞬間にですね、この駆け寄ってきて、今ね、こうやって食べてます。この前足をついて食べてるこの一生懸命な姿が、なんとも言えない可愛いですね。どうした、どうした、どうした。カメラは、今日はダメだよ。カメラ噛んだ。ああ、でもどうしても大きい塊はね、今のところ食べるかな。食べやすい大きさのね、固形物や、なんかチモシーみたいなのも入ってますね。これをね、選んで食べてますね。この大きい固形がね、どうも、もしかしたらちびモルちゃんはね、食べ残しちゃうかもしれない。ちょっとね、手で持っていってあげたんですけど、どうかな。
食べた。あ、大丈夫ですね。ね。で、手渡しだったら。あ、いいですね。食べてくれました。だからね、まずはね、こう、いろんな種類があるから、お皿の中に。だから食べやすいのから、いっちゃったんですよね。オッケーオッケー。まだね、大人になるまで封印しとこうかなって一瞬思ったんですけど、その必要はなさそうですね。問題なく食べてくれますし、また今後はね、まだ、最初に紹介したペレットですね、モルモットセレクションプロが残ってる状態ですよね。半分ぐらい終わったので、それと織り交ぜながらね、食べていってもらいたいと思います。さあ、ちょっとね、簡単ではあるんですけれども、こんな感じの中身になってました。本当にいろんなものが入ってます。いろんなもの、いろんな形のものが入ってるので、ね、飽きが来ずに楽しく食事が取れるんじゃないかなと思います。さあ、ということでね、今後もいろんなモルグッズと、ね、日常的な映像もね、織り交ぜながら動画投稿していきたいと思いますので、可愛いなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、この給水器もね、ちっちゃいうちはね、すごい小回りが効いて使いやすいと思います。飲みやすそうですね。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。バイバイ。